どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはいいですよ、熱く歌いましょう。ドン、あいみょんのハート。こちらのしっとり落ち着いた感じのラブソングでもやっぱりあいみょんならではのこの熱量が高いと思いますからね。この曲ね、なかなか奥が深いでございます。皆さん、じっくり取り組んでいきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超簡単アレンジバージョンをゆっくりやります。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはですね、アレンジが結構悩んで、原曲のリズムのアレンジがすごく面白いことになっている。そのニュアンスを残しながら、ちょっとアコースティック感も残したかっこいいアレンジでやってみようと思います。2バージョン、最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やりたいなと思ってたんだけど、チャンスがなかったですという方とか、楽器に挑戦したことがあるんだけど難しくて、という方に、あっという間にこのちっちゃいウクレレを弾きながら歌う弾き語りができるプログラムがあります。このプログラムが分かりやすくて簡単で楽しくてどんどん上達できるんで、今全世界中の方がこのガズレレでもう何十万人も音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクここら辺に貼り付けておきます。ここにジャンプしてもらって上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけでどんな方でもあっという間にすぐに音楽できるようになります。 YouTube 動画ですから完全無料。皆さん今すぐ音楽始めましょう。それではこのプログラムここですよ。皆さんリンクここら辺に貼っておきますからね。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが今まで取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ1本でめちゃくちゃ簡単に弾いて歌えるようになるレッスン動画と課題曲、すでに1800曲以上もアップロードされております。皆さんの好きな曲必ずあると思いますよ。はい、曲名プラスガズレレという感じで YouTube で検索していただくと出てくると思うんですけどね、やってみてください。はい、これから音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあ早速やっていきましょう。あいみょんのハート、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみます。1、2、3、4 伝えることが難しいこと、近くにいればいるほどなんだか胸が痛い。帰りを待ってる私がいる、一つになったびき大すること、近くにいればいつかは待ってる弱い時間、過ぎたりそっと笑われたこと、隅で小さく高鳴ってる未来がなく、さよならはいやわがままかしら、ただあなたのあなたの心を奪えたら、寒さに負けないようなぬくもりであなたのことを私のこの目に嘘がないこと分かってほしい、きっとこれは恋の始まり。寒さに負けないようなぬくもりであなたのことを温めて開けられる、自信のある恋ばかりじゃないけれど私のこの目に嘘がないこと分かってほしい、きっとこれは恋の始まり、ああきっとこれが恋の
の始まり。のハートガズレレシンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。いやーいかがですか皆さん。これすごいゆっくりなんですけど、歌のリズムも前半ともほぼラップですからね。まあサビもね結構そうだね、息する暇がないぐらいに言葉が詰まってるところもあります。なんですけどやっぱりこのあいみょんならではのこの言葉でもリズムをこう生み出していくというこの感覚すごいね、楽しいんでじっくりやっていきましょう。そして聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンになっております。主に2番のパートをショートカットしているんですけど、ひとまずはガズレレ YouTube チャンネルで練習していて慣れてきたら、これコード進行一緒ですからね、コード進行書き加えて2番をこう自分で歌詞も書いて、やってみるというのもいいと思うんですけど、ひとまずはね、ガズレレのシンプル簡単バージョン動画歌詞とコード見ながら練習スタートしてください。1個目のゴール設定としては YouTube のガズさんと一緒に合わせて演奏できるようになったらもうゴール達成だと思います。できるようになった方はおめでとうございます。じゃあ次のステップどんどん行きましょう。次のステップって一体何かということなんですけど、今度はガズレレ YouTubeを一切見ずに皆さんお一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部覚えてるっていうのはなかなか難しいと思うんで、最初は楽譜を見ながらその楽譜をだんだん自分の中にこう落とし込んでいくようなイメージでゆっくり練習していただいて、いずれは覚えちゃって大空の下この曲を歌うみたいなのがいいと思うんですけど、まずは楽譜練習していきましょう。でも楽譜ってどこにあるんでしょうということになると思うんですけど、はい、いつもの流れでございますけど、これノートがですね、これ今ガズはこのノート見て演奏していきました。もうちょっとしたらこんな風に大きく映してみんなもこんな風に、書いてみたらいいよっていう風にシェアしようと思うんですけど、その前にお知らせ。これガズクラブ、このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活用費を頂戴しまして、今日の取り上げた、あいみょんのハートを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大のノート楽譜のストックリストの中から皆さんがこの曲いいなやってみたいなという曲を毎月5曲選んでいただいて、お手元に即ダウンロードしていただいて、これもちろんこの楽譜 YouTube に連動してますからすぐに練習に入っていけるぞという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回全世界中の方が参加してくださってくれるものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが限定イベントがあったりとか、とにかくこれ一個の村みたいな感じで音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。ハート。あいみょんの楽譜でございます。はい、見ていきましょう。今やったシンプル簡単バージョン、この1の A とイントロは伸ばして弾いたって感じにしたんですけど、かっこいいバージョンではここかっこいい弾き方をやっていこうと思います。で、ここくるっと囲ってる、下に囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンではこのコードを使うよということになってますと。はい。で、このように書いてもらいたいんですけど、あとね、さっき紹介させてもらったガズクラブでは、このノートのデータが、デジタルデータで皆さん、お手元にダウンロードできますからね、これがね、ガズのノートの特徴、これがね、今日は結構大事になります。この A メロのところのメロディーとこの言葉のタイミング、これなかなかやってみたら分かる、なかなかですよ、難しいですよ、ここの点、ガズのこの点があるじゃないですか、この点でリズムをね測ってんですよ。伝えることが難しいこととか、この点でリズム、これがねガズのノートのめちゃくちゃ分かりやすいところです。はい、あとこういう棒で伸ばすところとかね、こういうの歌詞カード見てもこのムードは伝わらないんでね。はい、こんな感じです。はい、まずは 1A1B
ですか、この辺 A メロはちょっとすごいですからね。でここ B メロですね、ここもすごい切ない感じのメロでキュンとくる、そう、すごいいいですよねこの雰囲気で。ここがちょっとテロップ見てもらったら分かったんですけど、これ G7 ここ2ブロックなんだけど、これね2拍もついてるんで、ここ合計6拍です。ここねちょっとデモ演奏を確認してください。1234123412という感じですね。ここ伸ばしてるんですけど、かっこいいバージョンではここ G7 サス4ということで伸ばすんですが、今のは G7 でこっち側が出て2拍、これちょっと分かりづらいですけど、これはねあの動画で確認してください。この長さの確認、はい、2拍加わってるぞ。でここからサビなんですけど、ここのサビのこの部分のところとかなんてね、もう息継ぎがもうする暇ないぐらいの言葉詰まってますからね皆さん。そして今日ねちょっとこの構成をちょっと今のこのタイミングで言いたいんですけど、最初からイントロからこう AB やってサビやって、1回目のサビやったらここ見てください、1回目は矢印書いてるこっちですね、こっち行きます。普通に C を弾いて G7 で伸ばして、ここからサビ繰り返しになるんですね。で、もう一回ここサビに繰り返すところはまたちょっとおとなしめに繰り返して、ここまでもう一回サビを繰り返した後、ここまで来たら、今度、ここまで来たら2って書いてあるから、ここまでやったら今度こっちに行きます。はい。この辺がキーポイントね。はい。2回目に出てくるときはサビこうやってやってきたら、ここでこっちに入ります。こうやって入っていって、で、最後のラストのエンディングやって終わったという、こんなような構成になっております。まあ、テロップと動画を同時に確認しながらやっていただくのがいいかなというのが、これがガズレーラレンジになってます。はい、じゃあ出てくるコードを見ていきましょう。はい。ここ、赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードは隠しておきます。今日、コード5つですよ。皆さん、すごいよね。これ、言っていきます。C と Am と F、D7、G7 の5つのコード。これはもうね、簡単コードでございます。はい、もちろん、ガズレレでおなじみの入門コードのグループです。これを紹介させてください。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたい方に一番覚えて、最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。10個もあるのと思うかもしれないけど、入門コードですから、1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思ったら頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう。すごいいい動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます。ここで10個のコードまず覚えてやってほしいんですけど、今日は土日のその中の5つですからね。5つでこの曲とか、やっぱアイノンさんのね、このメロディーセンスというか、こう、やっぱり素晴らしいなと思いました。はい。これは初心者の方でもいけると思います。はい。ただし歌は難しいですけど、はい。そんなことでここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、これはね、今日のタイミング、このタイミングでいつも言ってるんですけど、歌はね、聞いて聞いて聞きまくって、このリズムをこう掴んでいかないと。これ、一言があのずれただけでリズム収まらなくなるタイプのやつですからね。はい。しっかり聞いて。でもね、言葉がリズムに乗れるとめちゃくちゃ気持ちがいいんで、そこら辺もぜひ体験していただきたいなと思います。しっかり聞き込んで、かっこいいバージョンの練習に入っていきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョン1個だけコード追加。これ簡単です。G7 サス4というコード。はい。入門コードのうちの1個 G7 を押さえて、小指見てください。1個足したら G7 サス4。離したら G7。これ行ったり来たりして使うんですけど、今日はねこの G7 サス4で伸ばしたりしたまんまという、これちょっとねふんわりした気分になるコードの使い方してるんで、ちょっとデモ演奏をご注目ください。はい、じゃあ今日出てくるリズム紹介していきましょう。こちらです。ドン、アルペジオ、ガズペジオ、16ビートのチャ、この3つのリズムを織り交ぜて、しかもここに書いてはいないんですけど、伸ばすという、それもいっぱい取り入れています。はい。今映ってるこの3つの弾き方の解説、ここにリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろという、ガズレレホームページの1枚で、それぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにその場所にアップロードされております。わからない方、じっくりそれぞれの弾き方、練習してみてください。アルペジオ、ガズペジオっていうのは、ちょっと弾き方を変えてるんですけど、ちょっと今日ね、この、イントロから A メロにかけてはですね、あいみょんさんのこのハート原曲を聞くと、すごい面白いアレンジになってるんですよね。ちょっと、なんていうのかな、EDM というか、デジタルドラムミュージックみたいなね、そんなデジタル感がちょっと出てるようなムードなんですけど、まあこれ、ウクレレ一本でどうやってかっこよく再現しようかなということで、ちょっとガズレレオリジナルのアレンジをちょっと考えております。ちょっとそれやってみようかな。じゃあ、イントロからやってみると、ちょっとこれ見て、最初イントロ、C と G7 と Am って書いてあるじゃないですか。ここのところで C と G7 みたいにワンブロックコードが2個あるところはアルペジオで弾いて、ワンブロックコードが1個の時は後半伸ばすっていうのをちょっとやってみようと思うんですね。ちょっと見ててください。せーの、3、はい。アルペジオで、で、ここは、わかる？ C、C、G7、タントントンタン、みたいな感じ。このニュアンスで、
ちょっとこの A メロは全部や、イントロから A メロやりたいな。ワンブロック1個のところはタン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 みたいな感じでやりたい。はい、ちょっとこれね、このリズム、面白いというか、これで A メロの歌が入ると、すごくこう気持ちが、あの曲の、あいみょんの曲を聴いた時の印象が残るなというふうに思いましたんでね。ちょっとイントロからつなげて A メロの頭の方をやってみましょうか。イントロから、せーの、さん、はい。のサソで伸ばす。ここから歌があります。伝えることが難しいこと、近くにいればいるほどなんだか胸が痛い。ダンポントンパンチッチッチッ、こんな感じです。わかります？簡単にわかりやすく言うと、ワンブロックコードが2個の時は普通のアルペジオで、ワンブロックコードが1個の時には、例えば C でやるとダントントンパン、はい、1、4、3、2、1で伸ばす。今言ったのは弦の数字ですよ。1弦、4弦、3弦、2、1弦、はい、このリズム、ちょっとイントロで、イントロのコードで練習してみましょう。せーの、こんな感じです。これをイントロから A メロまでいきます。そして B メロはガズベジオ、これでちょっと迫力を持たせるっていうようなイメージですね。でサビになったらドーンとスケールが大きくなって16ビートルチャで、ちょっと跳ねてる感じがやっぱりあった方がいいかなと思いますね。雄大な感じ、すごいファンキーノリノリっていうよりは、どっしり感を出すためのこのシャッフル感という感じですね。ちょっとサビをやってみると、せーの、ざん、寒さに負けないよな、ぬくもりであなたのことを温めて受けられる、こういう感じです。ドーンスッタカツッタツッタドーンタカツッ、大きい感じ。このリズム出すの結構難しいですよ。今何気にガズはですね、細かい話ですけど、カッティングもちょっと入れて弾くと、よりこのシャッフル感が出るんですよね。これがカッティングなんですけど、これはなかなかちょっと高難度なんですけど、このカッティングっていうのもさっきのリズムいろいろのところで解説動画上がってるんで、ちょっとねやってみてください。なんていうか、このチャカカカカっていうのをね、弦触れてるだけなんです。はい、この感じが出せるとすごくいいんですけど、これはちょっと最初に言っておきますけど、かなり高難度になっております。なのでまず最初はカッティングをやらずに、こういう風に雄大にでっかい16ビート、これでも十分かっこいいと思います。さらに雰囲気を出したいときは、この辺はいいんですけど、ワンブロック1個のときですね。できると、さらにベターかなと思いますけど、まずは16ビートのチャレ、こう雄大な感じ、ちょっと跳ねてるリズム、これでサビやってみましょう。あとはテロップの中に伸ばすとか、ワンブロックコードは4つになってるところとかあるんですけど、それはね、多分演奏を見ていただくと、ムードは分かって、わかるかなというふうに思います。あ、一箇所だけシンコペーションがありましたね。あ、ここはちょっと解説しなきゃいけないや。サビの一番最後のところ、ちょっとね、面白いっていうか、フレーズが入るんですよ。決めフレーズが。ちょっとね、やってみましょう。嘘がないことを分かってほしいっていうところなんで、サビの後半から自信のある声からやってみましょう。せーの、さん。自信のある声ばかりじゃないけれど、私の、この目に、次ですね。今のところちょっとこれ難しいリズム、ちょっと演奏だけでやると、嘘がないこと、この目に嘘がないことからやろうか。この目に嘘が、 G7 からドンダンツダスダドン、わかる？ここはなかなか難しい。これね、なんていうかって、この欲しいキットのところはダンダダンツダッタダンツドン、A マイナー G7 一回弾いて F か、ダンダダンズダスタ G7F 決めなんですよ。ちょっともう一回いくれよ。ダンダダンズダスタダンツドーン、
シンコペーションが入ります。矢印マーク。この矢印マークっていうのはシンコペーションのリズムがドーンと前に食い込んでくる。ちょっとここもう一回やってみようかな。この目にから。この目に、知らないこと、分かってほしい。ダンス、ドーン。これは恋の。はい。ここはちょっと決め難しい。しかもここ歌が入るから。で、ここの前にも、ワンブロックコード4つになるんですね。そこの嘘がないことを分かってるところ。この流れがね、波状攻撃です。ちょっと最後にこの目にからもう一回。この目に、この目に、嘘がないこと分かってほしい。きっと、これは恋の。はい。このきっとっていうところの言葉のリズムもめちゃ難しいです。ここはね、かなり難易度高いところですね。はい。ここを練習あるのみですかね。はい。やってみてください。はい。そういうわけでございます。で、演奏はちょっとそこだけはすごい難しいんですけど、やっぱりね、この曲やっぱ歌の方が、うん、今のさっきの決めんところも歌と交わるから余計ね、難易度は高まるっていうところもあるんで、まあ、歌はやっぱり聞き込んでですね、歌うっていうのがキーポイントかなと。あとやっぱり歌詞のね、中身もこれはなかなかですね、深いところをついてるなというふうに思いますんで、その、なんていうの、この曲の世界観も、感じながらね、こうテクニカルなこともこう織り交ぜて演奏していきましょう。それではやっていきましょう。あいみょんのハート、ガズレレルかっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。胸が痛い、眠たい夜に眠れないこと、すぐできない帰りを待ってる私がいる、うん、一つになるたび期待すること、近くにいればいつかは待ってる弱い時間、見過ぎたりそっと笑われたこと、私の隅で小さく高鳴ってる未来がなく、さよならは嫌、わがままかしら、ただあなたのあなたの心は奪えたら、寒さに負けないよな、ぬくもりであなたのことを温めてあげられる、自信のある恋ばかりじゃないけれど、私のこの目に嘘がないこと分かってほしい、これは恋の始まり。寒さに負けないようなぬくもりであなたのことを温めてあげられる、自信のある恋ばかりじゃないけれど、私ののハート、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。このゆったりしてるんですけど、サビになるとすごくこうなんていうか太い力を感じる、その感じがね、このウクレレ、ちっちゃいウクレレ一本でどこまで表現できるかっていう、
深いと思います。皆さんじっくりこれ時間かけて取り組む曲だと思いますんでやってみてください。皆さんお知らせです。このガズレシピ、皆さんのスマホに入ってますか？これね、どんどん進化してるんですけど、これアプリなんですよ。ガズレレの、楽譜が見られるアプリなんですけど、この中でね、楽譜がね、いろんな楽譜が見られることになってるんですけど、1曲からでも、ワンブロックごとの、まあ、本みたいにセットで買うとすごい割安になったりします。で今回この度ね、また40曲の新たなブロックボリューム7が追加になっております。ちょっとアプリもぜひ見てみてください。これめちゃくちゃ分かりやすい、アプリになってまして、楽譜がですね、簡単版とかっこいいバージョンの2バージョン記載されていたり、メトロノーム機能だとか自動スクールロール機能がついていたりとか、もう本当に新世代ですから、皆さんのスマホタブレットでめちゃくちゃ見やすい仕様になっております。はい、ここにちょっと詳細貼っておきますからね、ご確認ください。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さ、この後紹介するリッドミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リッドミュージック社さんよりこういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかく分かりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかも、もう置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これついてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、 YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。